日本国有鉄道な重軽活業者は、かつて日本で運行されていた鉄道貨車の一種で、距離を生きたまま輸送するための車両である。活業車の日本国有鉄道の形式記号は、なで、由来については、魚のなという説と生魚のなという説がある。養殖業の技術が発達した1926年頃から、美和、それは、 琵琶湖の湖水の水質が非栄養性で、同湖で養殖した場合に事業が十分食用に至る水準まで成長するのが難しいことの対応策として考案されたもので、栄養状態の良い水系に放流された琵琶湖産稚魚が食用水準まで成長することが確認されたため、本格的な実施に移されたものであった。この稚魚の長距離移動に鉄道輸送が行われたが、当初は、 通常の有害者に水槽を搭載して、水槽二つにつき一人の担当者を乗務させ、彼らに昼夜を分かたず飛釈で水を攪拌させ、稚魚を入れた水中の溶酸酸素量を一定に保たせるという、あまりにも全時代的な手法を用いた。このため、輸送需要の増大に十分対応できず、また輸送中の稚魚の平死率の点でも無視できない損失が発生していた。 そこでこれらの問題を解決すべく、1931年春に専用の貨車としてない地活業車が施作された。これは魚を冬眠状態にして運ぶようになっており、魚の生存率が大幅に向上、大きな成功を収めた。そのため、翌1932年4月には量産車として、これを改良したな重形重量が製作され、主に鮎、船、 恋などの治業輸送を主体に用いられた。日本国有鉄道な重系の内部業を、冬眠状態で生きたまま輸送することを、市場課題として開発されたため、他に、例のない循環系を構築していることが特徴である。その構造は試作者であるな1型と量産者であるな10型で、基本的には、共通するが、全社の使用実績を反映して、後者では、 多くの改良が加えられている。車内には枕木方向に平行になるように4つの大型水槽を床上に搭載して、ここに冷水と輸送されるべき魚を入れ、天井から吊り下げ式で、円筒形の貯水槽を2つずつ、レール方向に平行になるように合計4つ。そうか、必要に応じここから水を、 各水槽へ噴霧させることで長時間の停車時などに水中溶残酸素量が低下した際に酸素濃度を引き上げることを可能としている。この水の噴霧で溢れた水は床下あるいは床上に設置された貯水槽に一旦送られた後、ここから再度天井の貯水槽へ送られるようになっており、その動力源にはないチェック。ただし、前者は入れ替え作業などのブレーキ砕切り離し時には、 当然ながら空気圧が供給されないため、また校舎は停車時にポンプが駆動されないため、それぞれの間の循環を維持するための手押しポンプを搭載しており、3名ないしは2名が乗務した、付き添い人が手動でこのポンプを駆動して用水する必要があった。また、水槽に入れて水を冷却するための氷を入れておく、チ氷箱が一旦に設けられており、な重型では、 長時間の停車中などに備えて酸素ボンベも搭載していた。付き添い人がこれらの水流や酸素の管理を行っており、そのための乗務員室も一旦に設置されていた。1950年7月中旬、博多駅から鳥羽駅まで活業者を使用した真珠母街の輸送が行われたが、50時間余りの時間を要したこともあり、母街が全滅。設備に故障があったとして、 国鉄側が87万円の賠償を行っている。1931年に昭和天皇の即位の礼に用いられる馬車を輸送する、車運車であった組一型からの改造により、試作車としてな一型が一両製作された。その後、1950年5月20日通達、車三百376号による、第二次貨車特別廃車の対象形式となり、廃車となった。 続いて1932年と1935年の、それぞれ5両ずつ、同じく、組む1型からの改造で量産車のナジュウ型が、合計10両製作されている。新旧番号の対象は、次の通りである。ナジュウ型は、1968年まで在籍していた。第二次世界大戦で一時的に輸送が中断した後、戦後に輸送が再開された時には、 特殊な機械装置の扱いの問題から、再び有害者での輸送に戻された。なお、1987年には、より高度な機能を備えた、活魚輸送用の U8D コンテナが開発されている。トラックの活魚輸送車の例なお、現在の自動車にも、トラックの荷台に大型水槽を設置し、電動循環ポンプと酸素ボンベを備えた、活魚専用車がある。 ありがとうございます。